あ、エネオス見ました？エネオス。あ、やっぱりシミュレーションあ、これ消しゴムだからダメだよ。でも出てるんだよ。聞いてる？ほら。あ、本当だ。やっぱり。うん。出たよ。出たね。じゃあ使っていいよ。うん。これで電話作ろう。エネオス見ました？やっぱりね、予想通りですよ。あ、うん、上手上手。電話だね。エネオス見ました？私はね、175円で、あれって言いましたよね。空売りって言いましたよね。まあ、バッチシ当たりましたね。バッチシ。完全に当たりましたね。まあ、そういうことですよ。読みって。株の読みってね、そういうことですよね。私、解説した動画見てくださいよ。解説してるんで。エネオス、空売り。なんでエネオス、空売りすれば勝てるのかってね。え？みんな思ったんですか？え、エネオスって最高益、なんで空売りするの？おかしいんじゃないのって、みんな思ったんじゃないですか？そこですよ。そこですよ。そこにね、みんな集まっちゃうんですよ。エネオス最高益。ああ、それじゃ、上がるじゃん、もっと上がるじゃん。集まってくるんですよ。そこをね、空売りで叩くんですよ。上がるのは、これからですよ。これから、こういう株っていうのはね、上がるのはこれからなんで、今じゃないですよ。一回ね、そこ掘りますんで。そこで必ずに、私が言った金額で、買い戻ししてくださいよ。そうしないと、上がりますから。で、その時にね、気をつけないといけないのが、頭と尻尾はクレーターやるってね、そういう気持ち持ってくださいよ。そうしないと、得できないんで。あとはね、必ず逆差しではね、差してください。取引するとき、今儲かってれば、いくらかのところで、自分が。今、1億人の前に喋ってたから、ごめんね、ごめん。今、解説してる。解説してるから、大事なお金の話をね。今、解説してるからね。ね、逆差し値を置いておいてください。ね。うん。逆差し値を差してください。お願いします。そうすればね、損することはないです。もう175円で、儲け175円で、あー、上手。上手だね。あー、上手なカニさんだね。カニだよ。あ、何？ダニ？カニ？ダニ？ダニ？ダニ書いてんの？ダニ書いてんのこれ？え？カニじゃないの？ダニなんで？ダニなんか書いてダメでしょ？だってダニ。ダニってちょっと。え？ダニ書いてんの？よくダニなんか書くね。よく知ってるねダニ。ダニ。ダニ。ダニってどこいるの？ダニっている。うん。わかった。ああびっくりした。びっくりしたびっくりした。あ、パパもよく刺されてるよね。ダニね。ね、あれ。だから、逆差しね、175円。175円で空売りしてても160円なわけだから、そこで逆差しねしとけば、もう、勝ちはね、100% なんですよ。その時点でね。逆差しねしとけば、100% もうね、勝ってますよ。もう心配だったらね、170円ぐらいやっとけばね。キノコ刺されちゃうかもしれないけどね。キノコちょっと早いから。あ、キノコ？あ、上手だねー。上手だねー。ダニはいいよ。ダニはちょっと汚いっしょ。ダニって汚いっしょ。まあ、ダニ汚いって言ったらかわいそうか。ダニも生きてるもんね。ダニって死んじゃうでしょ。ダニも死んじゃうけど生きてるから。うん、ダニも生きてるからね。ダニも死ぬ。ダニだって生きてるよ。ちっちゃいけど生きてるでしょ。生きてるんだみんな。わかった？命大事にするんだよ、命は。ね。命大事にするんだよ。弱いものいじめちゃダメ。わかった？ね、ダニさんもいじめちゃダメだよ。ね。ダニも生きてるから。わかった？パパ言ってるでしょ。アリンコもいじめちゃダメだよって。ね。キノコ美味しいよね。そうだね。